Hey guys! こんにちは、サムライジャパンです。さあ、今回は大ヒットモデルの登場です。セイコー、ファーストダイバー復刻のリニューアル現代解釈版の SPDC-101。さあ、このリバイバルとかネオクラシックと呼ばれる昨今のトレンドにおいて、やはりその流れを組んでいる内容となっています。この度はどんなヒストリーが待っているのでしょうか。楽しみです。それから、もしこちらのモデルを購入したいという場合には、説明欄のリンクを踏んでくださると、わずかでもチャンネル運営費用に充てることができますので、とてもありがたいです。実は他のお買い物でも大丈夫です。This program is brought to you by Unknown Company. それでは元気よく開封しましょう。 Let's go! こちら外箱はもういつものね、このツルツルの真っ白い箱になっております。そしてこれを取るとこれが出てきますね。さあ、いきますよ。早速 Let's open it! じゃん。これはですね、カラーはチャコールグレーですね。ブラックに近いですが、チャコールグレー。皆様いかがでしょうか。これ綺麗。 This is gorgeous って感じですよ。 Gorgeous、 豪華な感じ。意外とブラッシュが多用されているんですけれども、それでもその良さが伝わってきますよ。まあちょっと外して見ていきましょう。これはちょっと期待値が上がりますね。今回の主なトピックはエクステリア、サイズ感、リストショット、タイムグラファー、コールゲショット。エクステリアから参りましょう。これたくさん語る部分があります。一見地味っぽく見えるんですけれど、まずはこのブラッシュ仕上げを多用した一見渋いモデルに見えるんですね。ところがどっこいですよ。どっこいどっこい、とっても高級感にあふれています。例えばこのサファイアクリスタル風貌ですね。ここはドームドになってますね。ドームドサファイアですね。昔はプラ風貌を使っていた、その名残を現代風に解釈して頑丈なサファイアで作り出しているということですよね。そしてダイヤル、中行きましょうか。ダイヤル、これもこの表面チャコールグレーですね。ブラックとは違いますね。ただチャコールグレーですので、一見茶なのでブラウンっぽいですが、違いますね。ですのでやっぱり墨っぽい感じ、はい、茶色い部分というのはほぼありませんね。ブラックに近いグレーと申し上げましょう。でもこの光具合ですね、反射具合、これサンレイ仕上げになっていますね。放射状に光っていく。でこれよく見ていただくと、まあ、全体的にデザインはこう荒々しく作られていますけれども、このサンレイに至ってもこの筋目といいますかね、こう筋が入っているのは分かりますかね。まあ成功ですとね、この辺りもお家芸とも言いますので、例えばつるっとしたサンレイももちろん作ることができますが、ここに至ってはこのガタガタガタっとこの放射状に広がる、こうなんとなく線がラインが見えますよね。まずこの辺りからして非常にこだわっている。さらに寄せますと、この今度はハンズですね。針、長針、短針、まあ秒針もありますが、短針いきましょう。ミネオレと言いますかね、こう山オレになっていますよね。こう上がって下がると、半分ずつ上がって下がる、まあ、三角形状と言いますかね。それでここを見た時に、この左側ですね、今ちょっと光っていますが、
こちらは左側はブラッシュ仕上げになってるんですね。しかしこの右側に行くとこれは反射してるんですね。つまりミラーポリッシュです。もう磨かれてピカピカのポリッシュになっています。でそれがこの長針部分にも応用されていまして、ちょっとわずかに見にくいですけど、この差で分かりますかね。ギューッと今言ってるんですけど、ギュッと長針上の側、つまり左側ですね、今上部分になってますが、上はちょっとザラついてませんかね。で下がツルツルっとキラキラって光ってますよね。仕上げにこだわってますね。はい。そしてこの秒針、うん、であとはこのインデックスですね。それぞれのオリジナルの、まあ、ファーストダイバーの復刻といいますかね、それをもう想起させる、ちょっとだけ写真挿入しておきましょうか。このような感じでやはり特徴的であると。うん。それから次はじゃあベゼルいきましょうか。もちろんこれ逆回転防止ですので、ユニダイレクショナル、反対右側方向には回れませんね。反時計回りだけです。でこの部分に関してもここは、セラミック製とは書いていませんが、このやはり仕上げ具合、ザラザラザラっと回転状にブラッシュが入っているの分かりますよね。これザラザラザラっとして、うん、これは全体的に言えるものですね。このケースの方面に行きましても、やはりこのようにザラザラザラっと非常に統一感のある、削り感といいますかね、仕上げ感を出していますね。うん、こっちはこっちでやっぱり円形状にぐーっと周回している感じですね、やはりね。うん、これを回転させるのか、まあその切削の仕方ですね。はい。でこの回転ベゼル、まあもう早速いきましょう。いつもながらの固めの動き方となっています。かといってそんなに重いというわけではないんですけれども、うん、そうですね、サブマリーナなどと比べると、まあ、圧倒的に硬いですね。まあ、これはやはり、まあ、動かないようにと、そういうプロ意識が働いているんでしょうかね。あとはこの動かし具合ですけども、ぎゅーっと、なんとなく、こうイメージですよ、イメージとしてはゴムとゴムがこう擦れ合うような感じで、その摩擦を使って、そしてこのクリック感を加えていると。でこれは120クリックですよね。 1,2,3,4,5,6 と、うん、120クリックとなっています。それではサイドへ行きましょう。サイドもこのように、こう大部分の見えるところはブラッシュ仕上げになっていますね。うん、このあたりはまあ傷の、つき方ですとか、うん、その辺も考慮されているのかなと。ダイヤシールドのコーティングが施されています。非常に強いですよね。そしてこちらにはドリルドラグですね、穴が開いていますのでストラップ交換も簡単にできますよということを示しています。そしてこの角の部分ですね、カッティングのところにはここはポリッシュ、ミラーポリッシュ仕上げとなっています。うん。そしてクラウンにはノーサインですね。反対側へ行きますとやはり同じくこのように、まずはブラッシュが目につきますよね。ですのでこう全体的に一見地味かなとあるんですけれど、多分写真写りだとどうですかね。これ実物、やっぱりまあこちらもね、私がよく使う実物ジェニックだと思いますね。実物の方が圧倒的に高級感があります。うん。それからもうたくさんありますね。じゃあ先にもうネガティブ言っておきましょうか。もうネガティブはやはりこのバックルですね。まああまりたくさんは語りませんが、
まずはこれダブルロックになってますね。こっちでカチッと外します。そしてこれでパカッと外すわけなんですよね。そうするとこのようなバックルが見えてきます。まあ、あの見えない部分ですから、そんなには私自身は気になりませんね。それからここにダイバーズエクステンション、ちょっとね硬いんですよね。爪が剥げそうな感じだから多分使わないと思いますけれども、大多数の方はね。今これ外した状態ですね。これ外した状態でダイバーズエクステンションがこのような感じになるんですね。ですので結構要は金具がむき出しなんですよ、このように。まあこの辺りはまあスイス勢と比べるとという感じにはなりますが、価格がそんなに高くない、まあ、メーカーとかモデルでもすごくこの辺は綺麗に仕上げられていますので、この辺りを頑張ってくださればなと。くださればそうですね、くださいませっていう感じですね。ちょっと競合には劣るかなと思います。ただこれもね、やっぱりちょっとガチャガチャと、まあまあ喋りながらですけれども、やはりやりにくい部分がありますね。ここをつまり、ここを引っ掛けてカチンと、これでやっとできましたね。まあこのぐらいは手間がかかってしまっているというところですね。あとはここはマイクロアジャストついてますね。そして閉めるとどうですか。はい、このようにですね、少し軽めに感じますね。で金属のまあ厚み自体もここは何ですかね、軽くしたいのかなと。非常に言ったらカチャカシャカシャという感じですか。ですので例えばこれよく振ってみます。こういう感じでちょっと軽い感じの金具の音がしますね。はい、ドレスに時間取りすぎてますが、はい、これだとこんな感じですかね。はい、で装着感自体はとっても良いですから、まあそれが不満というわけではないんですね。直結するわけではなくて、やはりその仕上げ感ですね。このセイコーのブレスはどうしたものかね、この辺りに力を入れているのなぜかというと、これコマですね、これきちんと3連なんですよ。これ動くんですね、ちゃんとね。疑似3連ではなくて、見えますよねこれ。ですからまあこれはこう見た感じも本当に何ですかね、オメガのプラネットオーシャンみたいな、そのぐらいのこうに肉厚感もあってというところですね。最後の部分だけ、これがまあ私にとって唯一のネガティブかなと。まあでも別にまあそれを理由に買わないっていうことはまあないんですけれど、買ってますから。はいね、こういう感じですね。はい、それでサイズ感いきましょう。横のサイズですね、直径ダイアメーターこれはオフィシャルで 40.5mm となっています。 40.5mm ですね。これが非常にコンパクトにしてきたと。まあ装着しやすいですよ。こちら今度は縦ラグトゥーラグですね。もう手首周りに関係してくる非常に大事な部分です。ここは、オフィシャルでは 47.6mm となっています。 47.6mm ですね。こちらの厚みシックネスですね、オフィシャルでは 13.2mm となっています。 13.2mm ですね。ただ実寸はこれ14ミリちょうどになってますよね、ご覧になれるかと。ですのでまあどこかを含まないと、この例えばね、セイコーウェーブを含まないとか、そういうことであるんだろうと。はい、続いてベルトの幅ですね、これは20ミリちょうどですね、20ミリメーターとなっています。まあベルトもね変えやすいかなと思いますね。そして後ろはどうでしょう、少し下がりますかね。
そうですね、2ミリ下がって18ミリメーターズまで下がりますが、まあ、わずか2ミリということで、ここはまあダイバーズモデルらしくあまりテーパードしませんね。うん、これ例えばまあぐーっとねテーパードするのは装着した時に美しいとは思うんですけれど、うん、このダイバーズの場合には、うん、こちらが細くなるとどうしてもバランスが崩れて手首からこうずれたりするわけですね。ずれ下がったりとか、うん、まあそういうのがあるのでやはりまっすぐ行くのがダイバーズの王道なのかなと、という理由からそうなっていますね。まあ、細かい部分はいいとしてもですね、それでは、操作性いってみましょう。もちろんスクリューダウンクラウンですね、ねじ込み式です。1、2、3、4、5、6、7、7ですね。7で今解放されました。音はねポコンとしませんでしたが7回です。ですのでまあごく一般的なダイバーズ 300m の基準、うん、大体7回以上ですね。はい、で一つ引き出しますと秒は動いていますが、今度は日付がこれ上でしたっけ下、はい、このようにコツン、うん、非常に丁寧な感じで回っていきますね。でそれをもう一段引き出すと、もちろん秒針が今度はピタッと止まるわけですね。ハックされまして、うん、これ今お昼の12時ということですね。そしたら深夜の変更、日付変更はどのようにいくでしょうか。結構早く回るのでまあ調整はしやすいですね。非常にスムーズです。この辺は手触り良いですね。さあ日付どうでしょう。もの場合によっては10時半あたりからやっぱり変わり始めてますね。22時30分あたりからもう変わり始めていますね。日付データの方を見てください。そして11時まで行くともう日にちが見え始めて、11時30分でもう半分回りました。はい、おお、今回は少し超えて、0時3分完璧にチェンジしましたね。はい、それではこれをちょっとずらしておきましょうか。うん、まあ回転はね非常に速いのでとても、はい、このようにしてじゃあロックしておきましょうかね。うん、この辺りの操作性はとっても操作しやすいのでもう誰でもできるという形になっています。はい、でこのフラッシュフィット、この接続部分ですね、これも綺麗に接続されていますので、その無駄なこう、うん、ラインが一切ありませんのですっきりして見えます。これはまあ10万円超えとはいえ、スペックは十分に備えているかなと。うん、やはりセイコーはこの磨きであるとか繊細な表情であるとかですね、非常に細かいところに強いですね。サイズ感もこれいわゆる40ミリサイズ、例えば今回ロレックスのサンマリーナが41ミリに、ね、なりましたけれども、まあまあそれと比較されてみてくださいね。今やもうセイコーの方が小さくなってしまっちゃったという感じですね。このムーブメントに関しては 6R35 という機械が積まれています。これはパワーリザーブが70時間に延長されたモデルで、まあここ1年2年の新しい、まあ、いわゆるムーブメントになります。どのあたりが改良されたという内容は、まあ、一切記載はありませんね。はい、うん、後で後ほど、タイムグラファーへ行ってみましょう。それからまあこちらにねちょっと忘れないように言ってきますと、同じ 6R35 を積んだこちらも大ヒットモデルですが、プレザージュ、うん、これとの比較、今ねこれ計測中なんですよ。後ほどちょっと行きます。リストショットですね、ゴー。いつもの距離ですね、このように映ります。
どうでしょうか。非常にコンパクトですね。やはり幅が 40.5、 そして縦のラグトゥーラグ、ここの幅ですよね。要は簡単に言うと手首のこのラグトゥーラグ、ここですね、ここが、47.6mm ですか。まあ簡単に言いますと 50mm 以下に収まっていると、まあ腕が細いと感じる方でも十分いけるサイズということになってますので、私の手首周りは 17.7 センチですね。はい、そしてこのように映りますね。そしてこの後ろね、バックルになりますけど、今これダブルロックですから、そしてバックルのその折れこの辺りに来ていますね。ここに来ていますので、やはり手首の下側にね、平べったいところにありますので、ピタッと収まるということですよね。装着感は非常に良いですね。何の違和感もないと言いますか、とっても落ち着く装着感があります。これは面白いところだと。つまりその毎回のように、セイコーのバックルのこの付近がどうのこうのと言っている割には装着感が良いので、結果的にこう不満はまあお互いに打ち消し合うんですよね。はい、で結局不満がないという風になっています。こちらぐーっと寄せるとこのような感じに映ります。全く問題ないですね。そしてこのフィット感ですね、ここ隙間もうほぼ空いてないですね。綿棒1本ぐらいは入りますが、見えないですから、すごいな。やっぱりこの装着感っていうのはセイコーならでは。ラグがギュッと、この端っこがギュッと下がっていますよね。ギュッと曲がっている。ですので、その手首の周りに沿うような形になっているわけですね。そしてこの、やはりこのドームドサファイア、この辺りがね、やはりこのんっと目に引く感じで、こうキラキラっと光って、まあ美しいですね。では続きましてタイムグラファーへ行きましょう。レッツゴー。こちら今10分ほど見ておりました。今ゼロですね。プラス2秒、そして、振り角も270度、安定してますね。 0.0 ビートエラー 0.0 です。そして 21,600 振動、これは6振動ですね。1秒間にゆったりめの振動数となっています。はい、これは今プラス2と出ていますが、プラス2セカンドです。これはだいたい0から2の間で、ちょっと行ったり来たりしている感じですかね。はい、そんなにばらつきはありませんけど、割とまっすぐビタッといってますよね。このあたり 6RK ですねの精度は、まあやはりね、皆さん語られるように、この精度のばらつきが問題であると。これただ平置きはこれ2秒ですから、まあ当たりのモデルと言えるかもしれませんね。まあ、ぐるぐると精度測定で回しているものなんですね。こちらが、サークス077になりますね。新しいモデルです。出たばかりです。まあいわゆる最新型になるんですけれども、それで今10日ほど、ワインダーで回しています。そしてその誤差がと言いますと、これチープカシオですけれども、もう基準となる時計がチープカシオ1000円、これ面白いですよね。すごい精度なんですね。でこれ今ぴったり時刻合ってるんですよ。それから見ると今約25秒遅れていますね。マイナスが出ています。ですのでこのサークス 6R35 同じ機械を積んでいますが、1日あたりマイナス 2.5 秒、マイナス 2.2 seconds per day になっています。それでも3秒以下ですから素晴らしいと思うんですけれども、さあそして果たしてどうでしょう。
こちらのね、今これプラス5が出ていますよね。このあたりどうなんでしょう。例えばスイスの ETA2824 などに対抗するというようでしたら、もう少し、精度であるとか、素材の改良ですかね、そのあたりを含めたことが必要になってくるのかなと。まあ実はやってるのかもしれませんが、アナウンスが全くありませんよね。ですので私たちは知りようがないと、関係者以外知りようないですね。時計屋さんでもわからない、はい、この部分がなかなか難しいところなんだろうと思います、まあコンペティターとして対抗しようと思うと、やはり、まあ、ETA2824 はねもう80時間のパワーリザーブで、なおかつ非常に安定した精度を出していますので、このあたり国産の成功頑張ってほしいところです。私は応援しているつもりなんです、これはね。はい、まああまねくねお伝えするということで、はい、正直にお伝えしています。タイムグラフは以上ですね、はい、次はコオロギショットいきましょう。レッツゴー。それでは最後の一投です。フルチャージから、はい、こちらどうでしょう。まあ今日はね、お昼に撮影しておりますので、周り少し明るいですけど、それでもいかがでしょうか。完璧と言ってよろしいですね、全く問題ない。さすがセイコーダイバーズと、プロスペックスの名に恥じないこのルミブライトの視認性バッチリですね。それでは埋葬図サマリーになります。皆様これいかがだったでしょうか。まあ、私としては、そうですね、先にネガティブを上げましたけれども、まあ、それを打ち消して入手していますので、まあ、つまりはその価値があったというふうに判断したわけですよね。まあ、そんなに判断とかね、大げさなものではないですけれども、どうでしょう。このファーストダイバーズの、ちょっとずれちゃったな。まあ、いっか。はい。ね、このファーストダイバーズの源流とも言うべきデザインコードを備えて、なおかつ機械ですとかこの風貌であるとか、全ては現代にのテクノロジーに、まあ、アップデートされているわけですよね。まあこのあたりはネオクラシック、リバイバル、まあいろいろね言葉はありますけども、私はやはり好きですね。ですのでこれは毎日使ってしまうレベルかもしれませんね。そのぐらいコンパクト感があって、とっても使いやすいモデルですね。そして頑丈ですので、もちろんガシガシ使えて、まあね、日本は災害大国でもありますので、やはり丈夫な時計というものを求めて、しかるべきなのではと。いざという時の 4WD みたいな感じありますよね。はい、そういう具合ですかね。ヘビーデューティーなブレースもとっても気持ちいいですよ。気持ちいいだけでなくて装着感も非常に良いですね。改良の部分、夜行性もバッチリと、なおかつそんなにピカ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 と光るわけでもありませんので、アンダーステーテッドな感じ、落ち着き感のある控えめ感のあるモデルながらもキラリと光るものがあるというふうに総括しようかなと。いろいろね皆さんご意見あるでしょうから、まあ何でも構いません、誹謗中傷以外は。はい、ですのでコメントくださればと思いますね。そして後々順番が前後はしますけれど、読み返しなども行っていきますので、はい、まあ、かといってね、そんな長文を送ってくださる必要はないんですけれど、いつもね皆さん書き込んでくださる方はすごく長くね書き込んでくださる、とってもありがたいです。それから初めてご覧になった皆様ですね、はい、この度はどうもありがとうございます。まあ、このような形で時計をねレビューしていくと、時々、まあ、イベントですとかプレゼント企画とか、まあ、そういうものもね含んでおりますので、引き続き、サポートくださればとありがたいと思っております。はい、今回は長々と喋ってしまいましたが、それだけ内容のある時計ということなんだろうと。以上でございます。
ありがとうございます。